はい、じゃあ、ここからが、今日の本当の本題の内容ですね。本題の内容といっても、これもまた別の授業で受けた人がいるかもしれませんけども、一応ここからはそれなりに、きちんと説明していきたいと思います。この定理なんですけれども、テキストの内容から少し変えたので、一応テキストの番号に入っていないので、定理 EA というふうに書いておきましたね。注意してください。この EA というのは、ディ・ユークリディアン・アルゴリズムの略で、定理 EA というふうにつけております。で、ここでは、A と B を整数としまして、で、A は B 以上、で、B は0以上と。当然、そうすると A も0以上ですけども、そういう数とします。それで、この A と B に対してですね、その剰余付き除算というのを使って、このあるラムダ、0以上のラムダに対して、その R1 から R ラムダ、R ラムダプラス1と、Q1 から Q ラムダを次のように定めます。その次のようにっていうのは、このスライドなんですけれども、まず R0 は A としなさい。A を R0 としましょうと。それから B を R1 としましょうと。で、その次以降なんですけれども、 R0 イコール R1、Q1 プラス R2 と言ってるのは、R0 を R1 で割った小を Q1 として、剰余を R2 としましょうというふうにすればいいですね。で、以下を同様にして、R の i マイナス1イコール Ri、Qi プラス R の i プラス1としているということは、R の i マイナス1を Ri で割って、で、その小を Qi で、剰余を R の i プラス1にしましょうと。で、その前のステップでの剰余を、今度は次のステップで割る方の数に使って、どんどん割り算を進めていくってことですね。で、最終的に R のラムダマイナス2を Q のラムダ、R のラムダマイナス1で割った剰余を R ラムダとして、で、R のラムダマイナス1は R ラムダで割り切れるというところまで、持っていきます。ですので、この剰余が0になったところの、R のインデックスがラムダプラス1ですね。で、剰余が0でないところの、R のインデックスの最大値をラムダというふうにします。なお、B が0のときは、ラムダは0としまして、で、B が0でないときは、ラムダが、正になることが分かるかと思います。このようにして、その R0 から R のラムダプラス1を定めて、それから、Q の1から Q のラムダを定めます。で、このとき、次が成り立つというのが、この定理の主張なんですけれども、まず最初の主張としては、A としては、R のラムダが A と B の GCD に等しいということですね。これは多分皆さん馴染みが深いかと思います。で、次なんですが、B が正ならば、ラムダはログ5分のログ B プラス1以下になると。で、これはちょっと、あまり今まで見かけたことがなかったかもしれませんけれども、ラムダっていうのは何だったかっていうと、ユークリッドの5乗法で出てくる剰余の個数ですね。その個数が、実はこのようにして見積もることができるというのが、この B の主張です。で、このファイというのは定数でですね、2分の、1プラスルート5ということで、以前の授業の時にはこの数に見覚えありませんかって質問をしたこともあったんですけれども、一応この数は黄金比なんですね。で、φ2 乗マイナス φ マイナス1イコール0という二次方程式の解の根の一つです。で、こういうこの A と B という2つの主張がありますので、これについて説明をしていきたいと思います。で、証明なんですけれども、A の方はですね、多分、他の、授業などでもやられているかと思います。それから、このテキストですと、定理4の15にありますので、まずはそちらを見ていただくということにしたいと思います。で、今回この授業では、その B の方をですね、証明を説明していきたいと思います。これは特にテキストにはないことですので、ここで説明しておきます。
で、まあ、ここではその B が、まあ、正と仮定しまして、まあ、この時はあのラムダが正になるんですけれども、証明としてはこれラムダに関するあの機能法で示します。で、まあ、ラムダが1の時、ラムダが1に等しい時は明らかだと思いますので、これは各自で確認しておいてください。で、まあ、ラムダが1より大きい時なんですけれども、について示すんですけれども、この時ですね、その i が0からラムダマイナス1に対して、この、r のラムダマイナス i がファイの i 乗以上になると、下から抑えられるということを示せば十分と、言えます。で、まあ、なんでそれ、これを示せば、その証明として十分かということなんですけれども、まず、i、まあ、これが示されたとしてですね、i としてラムダマイナス1を取ると、b イコール r1 と、ここは r の1になりますね。これは b に等しいんですけど、b イコール r1 がφのラムダマイナス1乗以上であるということが言えたことになります。で、この時にこの式の両辺の対数を取りますと、ログ b がラムダマイナス1かけるログφ以上であるという形の式になりまして、でこれを変形することで、結論にありましたような、ラムダが、ログ5分のログ b プラス1、以下で抑えられるという不等式を示すことができます。ですので、ここから先は、この r のラムダマイナス i が、φ の i 乗で下から抑えられるという性質を、まあ、機能法で示していきます。まず、i が0のときですね。i が0のとき、r のラムダというのは、これ先ほどのそのユークリッドのご助法によるその r の定義からですね、これ割り算を繰り返していったときに、r のラムダプラス1が0になるようにそのしますということを言いました。ですので、r のラムダは正のはずです。正ということは1以上のはずでして、で、一方で、そのファイの0乗というのは1ですので、まあ、この不等式がちゃんと成り立っているということがわかります。それから次に i が1のときですね、i が1に等しいときは、この r のラムダマイナス1がファイの1乗、ファイよりファイ以上であるということを示したいのですが、この r のラムダマイナス1というのは、r のラムダの1個前の乗与なわけですね。ですので、その、先ほどは詳しくは触れませんでしたけれども、この乗与の r の、r の i というのは、単調現象です。虚偽単調現象ですので、そうすると、r のラムダマイナス1は r のラムダプラス1以上になっているということが言えます。で、先ほど r のラムダは1以上ということを使ってますと、これを使うと、r のラムダマイナス1は2以上であるということが言えまして、でこれはその先ほどのファイの定義からそのファイ以上のでファイから下から抑えられるということも言えます。ということで i が0の時と1の時は正しいことが分かったのでそこから先の方ですね、i マイナス1まで正しいと仮定して i の時にも正しいことを示すんですけれども、次のようにいきます。i の時そのまあ、ファイ2乗イコールファイプラス1ですね。この、ファイに関する、このファイが満たす方程式を、まあ、使うんですが、ここにありますように、まず、r のラムダマイナス i という数について調べるんですけれども、これはですね、この、ユークリッドの誤助法で定めた、その序算の、規則を使いますと、これ、r のラムダ、ね、この r のラムダマイナス i を、r のラムダマイナスカッコ r i マイナス1で割った、乗与が r のラムダマイナスカッコ i マイナス2に等しくなるという関係がありました。ですので r のラムダマイナス i というのはこのラムダマイナスカッコ i マイナス1とラムダマイナスカッコ i マイナス2というのを使ってこう表すことができます。でこれ実は割り算でこういうふうになっておりまして、この Q の、これ小ですね。この小というのは、1以上の整数でなってますので、
そうすると、この式ですね、これ下から押さえることができて、これが R の、だからこの Q が1の場合の式ですね、この Q が1の場合の式でこう下から押さえることができるようになります。で、この時はですね、この i-1 番目と i-2 番目の、この R の数が出てきますので、ここにはその帰納法の仮定を使えることができるんですね。で、帰納法の仮定を使うと、R のこの i ラムダマイナス括弧 i-1 というのが、ファイの i-1 乗で下から抑えられますというふうに置き換えることができます。それから、ラムダの i-2 の部分もファイの i-2 乗で下から抑えられることになります。で、このこういう形でですね、ファイの i-1 乗プラスファイの i-2 乗で下から抑えられるんですけれども、この2つの数っていうのはというのは、ファイの i-2 乗でくくることができて、で、これ、ファイの i-2 乗かける1プラスファイと表されるんですが、この1プラスファイというのはどっかで見たことがあるなと思ったら、このファイの方程式ですね、このファイの方程式で、これ実はファイの2乗で抑えることが、ファイの2乗で置き換えることができます。そうしますと、ファイの i-2 乗かけるファイの2乗ということで、ファイの i 乗になったということで、これで、i の場合でも、この不等式が成り立つということが示されます。まあ、そんなに、難しくはないと思いますので、まず、各自で、この後で、確かめてみてください。それから、以上がですね、このユークリッド5助法に関する定理ですけれども、まあ、一つ尾行として、その k を対とするときに、この k 乗の一変数多項式間、x に関する一変数多項式間は、ユークリッド関数をですね、この f の次数というふうに取ればですね、ユークリッド正域になって、で、まあ、ユークリッドの5助法が、まあ、整数間のときと同様に成り立つと。まあ、我々が普通に使う割り算を使えば良いということですね。まあ、そういうことを、挙げておきます。で、一応、この、定理に基づく、ユークリディアンアルゴリズムですね。ユークリッドの5乗法のアルゴリズムを挙げておきます。一応、ですね、流れを順を追って説明しますと、入力は R の弦 F と G としますと。で、それから、出力は R の弦 D で、F と G の GCD ですということになっているんですが、まず最初に、のステップ1行目では、F を R0 に代入して、G を R1 に代入して、まあ、I に1を代入していますと。で、2つ目のステップが、これ繰り返しなんですけれども、まあ、Ri が0でない間ですね。これを繰り返しなさいと。で、まず最初に、A のステップでは、R の i-1 を R の i で割って、小を qi 乗与 r の i プラス1にしましょうと。で、b のステップでは i を1個増加させましょうということで、まあ、ri が0でないうちはこの計算を繰り返すわけですね。で、ri が0になった時点で、この r の i-1 が、まあ、非0の最後の乗与の値ですから、これを d に代入して、d をこのアルゴリズムの値として返して、アルゴリズムを終了するという流れになります。はい、まあ、今日のですね、メインの内容の前半がこういうところですが、ここまで質問などありますでしょうか。じゃあ、次へ進むことにしましょう。